俺の分も書いといてとか。俺の分も書いといて。ちょっとやるけど。みんな無口で。お前らなんか喋れよって。でも何も喋らん。この場合見たらお前ら口封じぞ。うちはね、常用取りが甘いわけ。同じような工事が、あっちもこっちも違う会社でやっとんのに、予想は全くねえわけよ。俺からしたら、お前ら絶対このことないだろって。あるだろって。言うんすけど、来てこないんすよ。あいつらも。僕がそれ見て、これ常用じゃないのかとか言って聞くんすけど。そんなになんか、あいつらにやってんの。現場ではそうでもなさそうで感じ。日本の管理は確かにしてます。うん、けど、俺の分書いといてが。あれ言ってないですよ。やばいな。やば。応援行ったやつの分、これ何日、元請けに聞いて書いといて。めちゃくちゃかっこいい。めくれてます今。はい。その後動画に使わんけど、でその後にカンタとタケに行ったら。うん、あんま評判悪かったそうな。あいつは全然やってないですよ、あいつ。なんか、タケさんは、全然やらしてるだけ。タケさんは、自分になんか、俺の分も書いといたよみたいなの言ってくるっすって言ってた。お前、ほんと、まあ、お前って、つい、あ、ちょっとやるけど。いや、俺なんかそうじゃん。めっちゃ嫌われとるけど、されとるの。嫌なこと言うやん、俺は。言うのが仕事やん。だけど、お前がそれをやれんと、やっぱリーダーになれんよ。まあ僕は別にあいつら何言おうがどうでもいいと思ってる。それじゃでもリーダーになれんな。一兵隊だったらいいよ、お前は。お前がどこ目指すかな。だけど現場でだって動画並びよ、殺すって。止めますよ、一応なんか撮っとこうかなと思ったけど。いいよ、撮っとくよ。まあどこですけど。あ、撮っとく。誰に任せるってもうないんだわ、この足場。今、こいつの旦那もらうの。ふわふわしてるし。まあ、もう評判最近いいよな。キラとか言うな。で、喋ると大したことないし。本人は大したことないし。で、お前もなんか、俺、この間、すげえ、言っとったんだよな、帰りも二人で。あいつ、なんか、いろいろかけてか、やっぱあいつだな、リュウジさんだなって一生懸命。やっぱリュウジさんだなって。待っとんだなって言って、あの足であの現場行ったんや。タケさんとカンタさん、一緒だったじゃないですか。誰に俺はじゃあ任せていいのっていう、もう本当にもう未知数よ。もうカオス、俺からしたら。結局はリュウジ君さ、出張してもいいかって言ったのに、みんなが払わなかったら、ね、バラバラになったりも、ね、まとめんとチームは。そうなんですよ、ね、だけどあいつらってまとまらんすかね。それをまとめんのが仕事だ。そうなんですけど、まとまらん、職人だからまとまらんって。俺だって15年間まとまらんのをまとめてきたんだから。別に今のこの方が全然真面目だっすよ。俺はあの時代の方がお前グラジの時代がもっと好きっすよ、金太郎って。でもなんかそこそこでくっちゃくちゃだよ。ちょっと違うじゃないですか、系統が。健太くんとか三田くんとかってやっぱ一本芯があるんですよ。やっぱり今の子ってなんか言うことは言うの、多分見とってね、はっきり、うん、この人が R 風だからって言うけど、うん、結局自分に立った時にさ、もうブレブレやん。こっち言われたことに対してこっち、なんかあったらすぐこっち、なんかなんていうの、これ使っていいの、言ってもいいです。その意見に流されちゃうみたいな、人に流されちゃうみたいな。お前らあれるよ。じゃあリュウジ君もじゃんとか絶対この動画見て。そうそうそう、結局こうなるんですよ。だからお前ちょっとそれはお前らがやることやってねえってあかんけど、まあまあもちろん俺もあるじゃん。それは社長で嫌なことも言うから、仕事上だから言ってほしいな、社長とかも絶対あると思うけど、でもある程度やっぱその中でこうね、はい、みんなで進んでいかないやつだから、なんかリーダーがいないよな、やっぱ足場ある、うん、なんかそういう話を聞いて、話聞きたいだけやん、仕事は、うん、大したことやれっていうのもみんなとちょっとずつでも1時間の週に1回ちょっと話そっかやれよ。もう結構兄貴派の方がやれると思うよな、うん、めっちゃ俺は期待してたよな、あの回。リュウジさん、リュウジなんだかんだやっぱ、うん、やっぱリュウジさんがいいねって言ってたのに、なんで。面白いことで社長がおるときはもうあいつらもある程度なんかどしっと構えて喋るから、そんなこと分かっとるよ。だけどなんか結局みんなちょこちょこミーティングとか来るじゃん、うん、そっち喋らん、何も喋らんからね。ちょ、思うよ。まあもう想像できる。お前らさ、社長とかにさ、こうやっていろいろ喋ってたら、こういういろいろ気になっとることあるんでしょ。だけどミーティングの時なんか気になること話すよ、なんかいいお話とか、みんな無口で。お前らなんか喋れよって言ったら、でも何も喋らん。それはお前が悪いよ、喋らせない。だけど俺はだってこうやって1対1で喋るから、
思ったこと言えない。岡部の場合、俺と一対一めちゃくちゃ喋るからね、その俺道。岡部さんが。絶対言われていいわ、言って岡部さんが一番なんだかのネタ持ってるんですよね。自分でもそうだし、周りでもそうだけど。だけどみんなの前で言わんじゃん、あいつ。一人一人と喋ってきゃいいんじゃない？それは。30分でもいいや。それって誰かが率先してやらんと、まとまってわけない。どうしたいかみんな分かってないし。なんかバラバラになってるね、今、芝班が。お前が日報下にやらせてるから金払ってるでしょ。それの真実はどうなんすか。日報下にやらせてるってないこれ使っていいから。わかんない。竹さんの意見だと、その龍二さんが変わってすごく良くなってたっていう社長が話をしたら、うん、いやみたいな感じだったから何って聞いたら、結局なんか俺の分も書いといてとか。俺の分も書いといて。結構なんか、うん、なんかそういうなんか人任せですよね。うん、なんかそういう風に言ってたから。俺の分も書いといてなんてこいつ嘘つくよ。どうかこして喧嘩しんねん。そこ話やよ、お前。で、その何言ってたら真面目やん、うちはみんな基本的に。岡部はまだまだよ。ああ、もうほんと細くないですから。さ、日本一可愛いけど、俺は。日本一可愛いけどってなんだ。日本一、じゃない、可愛いけど、日本一古速。職人界の古速一位。それは求めたるものが違うから、23、4でまだ職長になれよとか、リーダーになれよとか、足場引っ張っていけよなんて思ってないから、別に。あ、意識できるだけでいいわけよ、それは、あいつなんか。でもお前だってもうちゃうやん。次のステージ行かんと。今の給料っていいんだから、もういい。俺もほんと外から、マジでテラに交渉しようか。来いよ。お前らみたいな。テラに管理されて、俺別にあいつにいくらでも払うよ。その代わり倍になるんでしょ。でもこのまま倍にしたら、お前ら空中分解する。壊れるもん。羽ばたいちゃうから。もう売り上げ上げない方がいい。今の一定のあれで行った方がいい。やった方がいい。だってあの、お客さんから信用もなくずし、売り上げ大きくなりゃお客さんもね、大きいところも増えるだろうし。もちろんレベル高いよ。まあ本当にレベル高いと思うけど、まあ文句ばっかり、動画で文句ばっかり言ってるもんね、俺に動画言ってるけど、そう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 。とにかくね、誰が変わるのって感じだよ、お前ら。面白いぐらいな、お客さんじゃねえんだよ。もう客観的に見ちゃってるからね。そうそう。で、俺もこいつ、あ、いいやと思ったよ。え、リュウジさん。これまあまあ盛り上がったよ。うちら盛り上がってたんですよ。で、俺も昔あんなサボってたのに。腐らずに一生懸命お前のペースで一生懸命やったわけじゃん。うん、俺はしょうとか言ってる間もさ、一生懸命やったわけじゃん。うん、次カンタやるかってやってるわけじゃん。うん、なのにお前はそれを横目にさ、別に。ブレることなく。ブレることなく自分のペースできっちり。やっぱそういうとこって素晴らしいなと思って。本当に言っとったんだろうな。本当に。だけど、あの後1時間だけでお前褒めた。で、カンタと、タケに言ったら、いや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 ってな。カンタさんが何か言ったってわけでもないけど。あ、俺は言ってないか？うん、なんか、うん、みたいな感じではあったけど、意見がなんかこういう風だよとか言ったわけじゃない。ミュージックすごいっすよ。感じなかったな。うん、まあ一つそこは俺は買っとるけどな。だからこの日報呼ばれてみる、あるか。あれは11日ある。あさってじゃない。そうそう。そこはやっぱお前がもう一回しっかり、まあこういうことも伝えてあげたいな。日本とか書いたらパケに伝えておきますから。すぐ、すぐ喧嘩するんだ。そんなこと圧かけて。いや、圧じゃない。社長に隠したって。圧じゃない。いや、うまくいかんね。結局俺に隠して、あ、みんないいね、いいね、どんどん給料上げよう。回ってかんね。今度。違う違う、圧じゃないですよ。お前。潰れるだけだよな。そう、潰れたら本当に足場を打ったら何億になるから、俺やめてもいいんだよ、別に。1億何千万がいくら運取るか、もうやっぱ経営者として考えてからなのかな。お前の旦那さんにもそう。怒りが何もないの。本当はね。だって毎日働いて独立したらもっと稼げるわけじゃん。で俺はこうやって接しとるから期待して上げてあげたい、うん、俺めっちゃ稼いでるよって思ってるから、うん、別に自由だし、うん、俺好きなこと見てるやることはやってるだから SNS とかやることでポイントもガチガチやるわけじゃん、うん、ちょっとあれやろうよ、YouTube で足場班の本音を語ろうの会しようよ。いいよ、それ足場班チャンネルやってそんなの YouTube でお前そんなおかまみたいなことすんな。でも絶対喋んないですよ、リュウジさん以外絶対。だからそうだと、でもお前は YouTube では喋っとったんだろって言って喋るよっつって。いや逆に、お前そういう風だからダメなの。違う違う、俺一個言ったのは、俺こうだからお前らこうしろよみたいな。だから俺のもう15年前、20年前。俺は何も、ここで。ちょっと聞いてもらっていいですか。ダメ。意見すらもう聞けない。人がここのことを何を、じゃあお前は上か知らんの、知らんのだけど、いや、この家って当たり前や、家のやつが悪いって言ったらもう終わりなの。いや違うっす、違う、そうだって。違うっす、俺がこうじゃん、怖い感じじゃない。みんなの本音を
だから本当腹割って喋ろうだから言ってくれ、はい、そんなのでそれをお前ここに呼んで喋らお前が悪いじゃんって言いたいけど、いやそこまでそこまではまだ言ってないらしいそこまではまだ言ってないらしいまあ何だからそんな変なあれじゃないですよ、動画で言うぐらいどう思ってんのかっていうのを多分聞きたい、ただ本当にいや言わんと思うよ、そのみんなの前で、そこはもう まず間違っとんやん、言わないでしょ一対一で話してこいよ、でそれストレスなんだってみんな、うん、じゃあ俺も嫌だもん、じゃあミオお前何辞めたいって言ってるらしいじゃんって言うのもさ、もしこっちが辞めたいって噂聞くと、はい、俺のこと嫌いって聞くと、はい、可愛く、まあ、実はこうやってね、まあ、噂あるないが、まあそのまあ、タイミングとか相手によって言うかもしれんけど、まあ、どう思っとんだってお前なんかこういう風に思っとんかっていうのストレスだ、はい、でそういうの俺もう20年間やっとるんだよ、お前らみたいにバカなやつ使ってるから20年間やってるからそれ俺がちょっとした言ったことじゃあ堀川翔を責任者にするわってみんなブワーってざわついたわけじゃん、しまうじゃあそれ俺一対一でみんな話していくわけじゃん、うん、俺はこう考えてんのよって、別にそれをじゃあ嘘ついてるわけじゃないけど、でも一人一人の言葉違うんだよな、送信と理解しんから言葉選んで喋ってるわけじゃん、うん、でそういうでもそ一人一人もお前が悩んでることとカンタが悩んでるあの時も全然違ったわけよ、うん、カンタなんて本当わけわからない、なんで、足場を、あいつを責任者やらせる、社長やらせるって、うん、会社なんで上げるんですか、めちゃくちゃ得じゃないですか、足場材とかも全部上げるんですかみたいな感じだったら、いや、それはないじゃんって、別に、社長って給料で雇われ社長だから、うん、株っていうか会社の持ち物は、あくまでも俺だから、社長になったら会社は全部もらえるってわけじゃないし、逆に借金もあるから、だけど、社長になったとこは借金が、預かるってわけじゃないから別に。そうじゃないよ。社長からすればラッキーですね。ラッキーじゃないって別に。まだ売ったら買えだろよ。確かにそうですけど。シーダルだけね、七色で名義で、会社だけ社長の名義で。ラッキーですよ。お前本当うるさい。まず、視聴者募集。募集。何を募集？会社売るじゃんって、こいつを売る。じゃあ俺が十何年育てました。一応俺なりに育てたけど、もうこれ以上は育たんって、もう見切った。だから売り時。150万、150万。俺がこれ育てた。150万 ?3 年はこいつを職人としておりました。150万募集。お前なんか150万勝ち。勝手に売られた。どこ行っても多分こんな感じです。ただ給料ちょっと高い。大したことないかもしれない。仕事はあなた次第です。なんで一緒になって売る側に回ってるんですか。まあ俺はね、本当に、まあこうやって悪口ばっかり言ってもあれですけど、まあ、社員は、まあ多分分かってくれてると思うけど、もちろん視聴者にも伝えるのは、まあ、成長するときには、やっぱ荒れる。で、あと、よく俺本当に言われるけど、入れ替えが激しいって言うじゃないですか。でも、おる人って入れ替え激しいイメージないでしょ。まあ、長年いるよねって感じです。最近入ってきた人が、そうそうそう。やっぱ違ったみたいな。ちゃんとあって、うん、だけど、会社がすごい成長していってるから、どんどん人入れてるから、ジムもこの人が2人入ってるから、で職人もそう、常時募集してるから、どんどん入ってくるんですよ。だからそういうやつが半年とか1年以内、だって1年以上続いて離職率ってやると、まあ少ないよね、うちは。こういう中小企業だから、俺もどんどん入りゃいいと思ってるし、喋ってるうちに、まあいいか別にっていう感じになるし、だけど、俺は別にやることにちゃんとやれんやつはもう、やめていけとは言わんけど、じゃあ、役立つ仕事に切り替えていくか。まあ何かしら違うできることを。うん、そうそう。で、それがやらでやめていく人は多い。で、それはしょうがないことだし、まあ会社でお金産んでからな。じゃあリュウジさんみたいな人ももう一人募集しよう。こっちはいるからだから代わりの人がいるから、リュウジさんみたいな人同じようなタイプで足場範囲。あ、だってその後で言われたよ。それだって去年から言ってないですか。一回またなんかやるとかやらんとか、なんか去年かなんか翔さんがどうのこうのってタイミングで2年、あと2年っていう話です。その話をかぶって2人で話して、本当お前らってやめるやめる詐欺みたいな多いね、お前ってこうたと言ったけってなんでお前らってそんなんなのとかって言って、特に岡部なんでお前はって。いや僕はやっぱ豊君とこ行ったらもうやめたくなりますね。メンタルがやられてんだなんか職人としてメンタルがやられちゃってんだね。きついと思ってやった方が絶対後々いけよ。お前やめるって言うけど、やめてじゃあお前どうすんのとか言って、じゃあ、うん、じゃあまたやめて、次のとこ当たります。じゃあ嫌なことあったらやめます。じゃあお前ほんとずっとそういう生活ばっかすんの、うん、ちょっとあ、じゃあいいや、これ最後にこいつお前1週間で、まあ2週間でいいや、うん、みんなで1人ずつと面談してくれ、30分でいいから、うん、でそれで持ってきて動画にしよう、まあ、10月頭から9月末ならまだね、1人1人ちょっと喋ってこい、うん、
そうやってなんか喋ってよかったなってなると思う。なんか俺それなんかそれお前の旦那に言われたから。わかんない。その二人の会話。カンタ。ごめんなさい。事故ってもうこんだけ事故ってお前はすいません岡部に電話しといてじゃねえだろ。話してこいよ。やっぱり気まずい嫌な話。大学実習生とかみんなで話して、今話せてよかったですよって。すごいなんかいろんな考えも聞けたからっていい。いい話だね。一回話してくるよ。持ってくる。でもそれお前だけの話は信用しんけど、お前話うまいから。みんなの話。動画撮影して。動画撮影しながら話しても。こいつだったら一回やらしてみようかなって俺に思わさせてくれよ。マジで。じゃあその動画を2週間後に。お前ら。誰もいねえよ、お前ら。時間もないんでごめんなさい。デジさんね。思わせてくれ。締めいいです。逃げてく人みたい。早い。さっさくさっさく行っちゃった。